東京都交通局7500系電車は、1962年に登場した東京都交通局の路面電車車両。ここでは、花電車の東京都交通局花100系電車についても記述する。1956年度から1957年度にかけて合計131両が製造された8000系の後、1959年に事業収支が赤字に転落、交通局と首都整備局の間で路線廃止に関する議論が続いていたこともあり、都電では新造車の投入が途絶えていた。しかし、8000型は耐用年数を10から12年程度として構造を徹底的に簡素化、軽量化して設計されたためすぐに老朽化が始まり、その乗り心地についても簡略化した構造の台車が原因で発生するビビリ振動の大きさゆえに不評であった。また、一部の路線では廃止の延期や存続の可能性もあったため、このまま同型式を増備することもできなかった。そこで、1962年度に都電として5年ぶりの新車投入が決定され、8000型とは異なる設計コンセプトに従い、以下の20両が製造された。なお、7511から7520は、都電としては最初で最後の新潟鉄工所への発注車である。形式称号としてはすでに8000型が存在したが、数字が逆戻りする形となった。これは本形式が、性能は7000型に、スタイルは8000型に準ずることから間を取って7500型と命名されたとされる。これらは1962年12月までに竣工し、20両全車が渋谷駅前をターミナルとする 6.90 系統を担当する青山営業所へ集中配置された。翌1963年には、都電唯一の狭軌線区であった杉並線の廃止が実施されて、経年の浅い動線所属車の改め期、転属が実施され、さらに1967年以降は、都の財政再建計画により、路線網そのものの廃止が本格化したため、都電の車両心臓は、本形式20両の後、1990年の8500系8501まで実に28年にわたって途絶えることとなった。8000型とその前世代にあたる7000型を折衷した構造の全金属製車体を備える。基本構造はバスの車体を参考に行き過ぎた工作の簡易化が目立った8000型や2500型ではなく7000型や2000型に近いオーソドックスな構成とされ、車体の最大寸法は、長さ 12,520mm、高さ 3,550mm、幅 2,203.2mm で、全長は8000型と同一であるが全幅は6000系以来の都電一般車の標準値より若干狭い。側面の窓配置は D4D4 の左右非対称配置で7000型より8000型に近いレイアウトである。ただし、車体中央付近の客用扉の戸袋窓と反対側に隣接する車掌台の窓幅が他のほとんどの側窓と同じ 860mm 幅となり、また最後尾の客用窓幅が 900mm であるため、車掌台の窓幅を狭くして他の側窓幅を統一した8000型とは異なった印象を与える。側窓は横引きサッシを備える車掌台と上下とも、エッジゴム支持の固定窓とした戸袋窓を除くすべてが、上段を H ゴム支持の固定窓とし、下段を保護棒一本付きで上昇式のアルミサッシとしている。客用扉は、運転台に隣接する車端部のものが 825mm 幅、車体中央のものが 920mm 幅の片引き戸で、ここでも車端部に細長い戸袋窓を置いて、連接扉としていた7000系の凝った構成ではなく、8000系の簡潔な構成が踏襲されている。また、妻面も8000型に準じた大型の方向幕を中央の幕板部に取り付け、中央を 900mm 幅の上段固定、下段上昇式窓、両端をそれぞれ 380mm 幅の固定窓とした3枚、窓構成とされている。ただし、自動車用のシールドビームを用いた全消灯、及び同じく自動車用部品を流用した尾灯を組み合わせた頭具を左右の腰板部に振り分けて、装着した二等構成とし、空いた腰板中央部に、上型から系統板の抜き差しを可能とした、アンドン式の系統表示板を設置することで、7000系とも8000型とも異なる、新しいデザインとしている。定員は96名、座席定員は26名で、8000系に自社に準じた値とされている。座席はすべてロングシートである。天井には蛍光灯のほか、扇風機が等間隔に4基設置されているが、暖房装置は設置されていない。車体塗色は、新造時点での都電標準色に近い、カナリアイエローに、装甲か帯であるが、基本色の黄色味が強くなっている。端子電圧 600V 時1時間定格出力 60kW の日本車両製造 NE-60A を各台車の内側軸に吊り掛け式で1基ずつ合計2基装化する。波数比は59、14、定格速度は時速 26.5km である。路面電車としては大出力の主電動機を搭載することもあり、間接比自動制御式の日本車両製造 NC-533 を搭載する。7000系初期車に装着された交通局形式 D-18 と同型の中高性側枠を備える軸バネ式2軸、ボギー台車である住友金属工業 FS80 を装着する。この台車は枕バネをコイルバネに用い、設計当時の路面電車用としては標準的な構造のスイングハンガー式揺れ枕機構を備える。軸距は 1400mm、車輪径は 660mm である。従来通り簡潔な SM-3 直通ブレーキを搭載する。また空気圧縮機は都電では初のロータリー式が採用された。集電装置として都電で標準のビューゲルを1基。屋根上中央に設置する。前述の通り、本形式は新造当初、全車が青山車庫に配置され、同車庫が担当する 6.90 系統で使用された。1968年9月29日の 9.10 系統廃止で、青山車庫が閉鎖されると、経年が浅かった7501から7510は、荒川区の 27.32 系統を担当する。荒川車庫へ7511から7520は江東区の柳島車庫へそれぞれ転属した。その後、1972年11月11日に沿線住民の反対を押し切る形で江東地区の路線がすべて廃止され、柳島車庫が閉鎖される際に 7517.7519 を除く8両が荒川車庫へ転属し、18両が荒川車庫に集結した。本来は除外された2両も転属予定であったが、両車両は車庫の閉鎖前に出庫線で追突事故を起こしたため、補修用部品取り車として1972年11月15日付で廃車されている。荒川線の存続決定後、経営合理化のために同線でのワンマン運転実施が決定された。ワンマン化は1977年10月と1978年4月の2回に分けて段階的に実施されることとなり、この時点で荒川車庫に在籍していた本形式のうち7509と7514を除く16両と7000系31両がワンマン運転対応に改造されることになった。この際、7000型は車齢20年以上で老朽化していたことから、車体新造が実施されたが、本形式は、車齢16年で経年が浅かったことから、既存車体の改造での対応となった。ワンマン化に伴う、本形式の主な改修点は、以下の通り。なお、これらの改造工事後も、回路切り替えにより、ツーマン運転が可能であった。この改造工事対象外となった 7509.7514 については、荒川線が完全ワンマン運転化された後の1978年4月27日付で除籍された。7514はそのまま荒川車庫で保存され、7509は車体を解体の上で台車、機器が機関が同じ都営地下鉄新宿線大島車両研修場の車両移動機に流用された。社令22年を迎えた1984年から1987年にかけて 7502.75047508 の3両を除く本形式13両に対して都電初となる冷房装置の搭載を伴う車体更新が施行された。新車体の設計制作はアルナ工機が担当し、窓配置は D3D3 と若干窓幅を拡幅して側窓数を減らしている。この新車体は7000系の新車体に類似する角張ったデザインとなったが、旧車体のイメージを踏襲して、妻面が3面折り妻かつ3枚窓構成となり、全小灯と尾灯も7000系新車体は横並びなのに対し、本形式は縦並びとされた。また、屋根は冷房ダクトを設置したため、旧車体より高くなった。これに合わせて正面に行き先表示器が大型化され、外部塗装は飛ばすなどと共通のアイボリー地に黄緑の新色に変更された。更新直後も終電装置はビューゲルだったが、これは旧車体のものではなく、屋根の高さが変わったのに合わせて新調されたものであった。しかし、冷房装置との干渉や離線対策のために、比較的早期にパンタグラフに変更された。更新されなかった3両のうち7502と7508は1986年3月31日付で廃車となった。また、7504は朝ラッシュ時専用車両の学園号として運用されていたが、1998年頃に運用から離脱し、2001年12月10日付で廃車された。この7504は、その後整備が行われず座席が撤去されて、荒川車庫内で倉庫として使用されていたが、車体の老朽化が激しいものの自走は可能であり、路面電車の日のイベント時には公開されることもあった。そして2006年に、都職員の手によって修復工事が実施され、同年6月10日の路面電車の日の記念イベントで特製の方向幕と共に公開後、翌2007年5月26日より、生体保存ではあるが5500系5501と共に荒川車庫内の都電思い出広場で一般公開されるようになった。車内は復元され、都電沿線の切り絵が掲示されている。更新された13両は7000型と異なり、車体更新時に車両番号の整理が行われることはなかった。そのため、欠番が生じたままである。7501は、終電装置がシングルアームパンタグラフに換装されたが、更新7000型とは異なり、行き先表示器の LED 式への改修は施行されていない。本形式は、社令45年が経過し、かつ老朽化が進行していることから、2008年2月に7506が、同年3月に7507が8800型に置き換えられる形で廃車となった。両車とも特に告知などは行わなかったが、後車は前面と側面、前ドア上の銀杏マークが青く塗られ、マークの中にお疲れ様の文字と、前ドア上部の帯の部分に 1962.12。12から 2008.3、31という製造日と除籍日が記載されていた。同様の装飾は後述の7515に対しても行われている。その後、同年5月7日の新聞報道にて2011年度までに全車を置き換える計画であることが明らかにされた。2009年度は4月に7515、6月に7513、7月に7503が、2010年3月に 7501.7516、7518の3両がそれぞれ廃車になった。2010年6月6日から、都交通局と南海グループの共同キャンペーンの一環として、7511の都色が、半回電気軌道の昭和40年代当時の都色である能力色時に窓周り縁取り及び、扉が茶色の配色に変更された。発表の時には、車両の方向幕を天王寺駅前、住吉に変更し、共同 PR を行った。この異事業者同士の塗装交換は2009年秋の江ノ島電鉄と京福電気鉄道に次いで2例目である。2010年度は11月に7505と7510が運用を離脱し、12月には7520が旧車になった。最後まで残った7511.7512も2011年3月13日限りで運用を離脱。同日にさよならイベントが行われる予定だったが、東北地方太平洋沖地震の影響により中止となり、改めて6月12日に開催された路面電車の日記念イベントで撮影会が実施された。この時7511が阿鼻子道の行き先を掲示した。なお、両社とも2011年3月31日付で除籍されており、この時点で形式消滅している。花100系、荒川車庫2011年に荒川線で運用されていた7500系のうち、7510を改造して登場した花電車用の車両。これは、都営交通100周年記念として、荒川線に花電車を運行する計画であることが発表されたためで、本格的な花電車の運行は1978年の荒川線新装記念の花電車が運行されて以来で、この際に花電車の種車専用として改造、運用されてきた無害化車の大津6000型は1981年に全車が解体され現存しないため、専用車両として7510から改造された花100型が登場した。花100型は3月に荒川電車営業所に搬入され、6月から運行される予定だったが、こちらも東日本大震災の影響で延期。なお、改造途中の花100が6月12日の路面電車の日記念イベントに展示された。2011年10月1日から運行を開始したが、2018年10月をもって引退、同年12月に解体のため搬出された。都電思い出広場の7504以外も数両が都内各地に生態保存されている。7500型を模したバス。このため一部については本形式竣工後乗り心地の改善に主眼を置いて設計された改良型台車を申請して台車交換を実施している。実際に 27.32 系統は後に整理統合の上で荒川線として恒久存続の方針が決定され、それ以外で最後まで残っていた江東地区の5系統については、沿線住民による反対運動の強さから、路線廃止を当初計画より半年延期している。このため、8501の竣工まで本形式は、雑誌等で都電最後の新車として紹介される機会が多かった。なお、非旅客車ながら、改造形式としては1978年登場のオッツ6000型がある。1954年度以降の7000型と8000、計一次車では座席定員は24名であった。代替地下鉄の建設計画がなかったことや、専用軌道区間やセンターリザベーション区間が少なからず存在し、定時制が維持されていたことなどから、江東地区の各線については、都電の路線廃止に対する反対運動が特に強く、1972年11月の路線廃止まで錦糸堀車庫と柳島車庫の2車庫で140両以上もの車両と5系統で約 30km の路線網が残存していた。なお、同期時内で7000型は状態が良好であるため、当面使用を続ける旨も説明されている。後進7500系の方向幕は、当初から青地に白抜きの文字で、白地に黒文字の方向幕は使用されていない。東京都交通局花100系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。